Hi guys, ルカです。今日の動画では軽くこちらのメイベリンのベイビーリップスキャンディーワウというアイテムについて皆さんにご紹介できたらなと思っております。こちらはベイビーリップスのクレヨンタイプのリップバームになっていまして、でしっかりと色付きなので発色もすごくよくって、全色こちらに揃っているので、装置だったり軽くレビューもできたらなと思います。一応メルティーバターっていうものがこちらに配合されているみたいなので、すごくね保湿されますね、リップ的には。なので、普段リップクリーム使っているけどちょっと色付きのもの探してるっていう方にかなりおすすめのアイテムになっていますね。クレヨンタイプなので綺麗に塗ることができて、3色あるので一つ一つ塗ってって装置していきたいと思います。3色塗ってみて私の感想なんですけれども、実はこちらの、チェリーレッドの方を結構ねもう1ヶ月ぐらいかなずっとつけているんですけれども、私はかなりこのアイテム好きですね。何より香りがすごくいい香りがするので、すごくこうフルーティーな女の子っぽい香りがして、私はすごくそこが好きですね。でもう一つクレヨンタイプなので、すごく急いでる時とか、ちょっとね私も大学でこう授業の合間とかに手洗いで化粧なしする時にパパッとこう塗れるようなタイプになっているので、すごくすごく楽でしたね。で発色なんですけれども、人によってはあんまり発色が良くないっていう方も多いかもしれません。でなぜかというと、こういうクレヨンタイプかなりいっぱい出てて、で例えばこれ私レブロンのカラーバーストのものも持っているんだけど、発色面でこの2つを比べてしまうと、こっちのカラーバーストの方がなんか色がすごく発色するなっていう感じには思えたんですね。ただこのメイベリンのベビーリップスの方のキャンディワンの方のいいところは、このレブロンの方をつけちゃうと、皆さんもどうかわからないんだけど、私発色が逆に良すぎてなのか、よくこの赤とかね歯についちゃうことが多いんですよ。で多分私塗りすぎではないと思うんだけど、動きやすいタイプなのかなと思ったのって、その面では私はレブロンのこのカラーバーストよりこっちのキャンディーワーの方がいいなとは思いました。キャンディーワーの方をつけてて歯についたことはまだ一回もないし、色は若干こうずっとつけていると落ちていくんだけど、綺麗な落ち方をしてくれるのね。で色が落ちちゃったからって言って唇がすぐ乾燥しちゃうってことも全然なかったので、その点ではいいなと思いましたね。ただ一つ残念なポイントじゃないけど、ちょっとのマイナス点が、これ1本800円するのでちょっと高いかなって私は思っちゃったのね。特にドラッグストアにしては、ちょっとこれ1本800円は高いんじゃないかなと思ってます。600円とか500円とか、そのぐらいだったら私はもうちょっとみんなが気楽に買えるかなと思ったんだけど、でもこれは個人的な意見なので、そうですね。でもすごいパッケージも可愛いしポップだし、なんかベビーリップスっぽい感じのパッケージになっているなと私は思いましたね。マストアイテムではないかもしれないけど、もし色付きのリップバームとか探している方いましたら、こちらぜひ試してみてください。こんな感じで今日の動画はここまでとなるんですけども、すごく軽い感じのレビューだったんですけれども、いかがでしたか。もしこちらのベビーリップスを使ってちょっとメイク動画とか見たい方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ高評価お願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイガイズ。